せずはなみ開店から閉店まで打ち切る2つ2人合わせて873回の大当たりを目指す。レッツ目標を達成してみんなと盛大にお花見する。おはようございます。おはようございます。さあというわけで本日は3ヶ月ぶりに大田洋のタックです。おろす。タック戦久々ですね。はい、1回目が確か87回ですね。やりましょう、超えていきましょう。いきましょう。今日は873回出しましょう。いきましょう。なんとかして。で抽選の方がね、500位ないぐらいってことなんで。そうですね、はい、なぜなら本日収録日8月7日ですから。いやいやはや、俺の日よこれは。いやはや、花尾の日。花尾の日が来ましたんで。そして私の抽選番号がこちら、はい、156番。私が190番ですね。はい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 。ギリギリいけるかいけないかですから、うん、ワンチャンある。まずはいつものコーナーに座れるかどうかの勝負になります。そうですね。果たして2人は座れるんでしょうか。この後入場です。はあ、なあみ、ありがとうございます。行きましょう。よろしくどうぞ。どうも。さあそれでは入場でございます。おはようございます。 Thank you。 気持ちいいこれ。ここは空いてない、空いてない、やばいやばい、腹空いてない、マジで。はい、1台空いてる空いてる空いてる。これしましょう。危ねえ、鼻鼻にはギリギリ座れたな。危ねえ。というわけで、ホーです。じゃあちょっと空いてないんで、僕チバリオ行きますね、とりあえず。どうもー、太陽です。オーでございます、はい。というわけで始まりました。いきますよ、はい、せーの、ゼツーはなみー。はい、よっしゃです。さあというわけで始まりました、ゼンツ花見でございますけども、はい、すごい人数がいらっしゃいましたね。来ましたね、はい、焦りました。そしてついにこの日が来ました。はい、朝一に座れずやっちゃいました。まあ、僕でギリギリでしたからね。そうですね、ギリギリ。あれもう 2,30 万早かったらワンチャンあったんですけど、はい、すいません。ただまあ私が座れた台が、はい、一応今までで言うとちょっと鼻の中では弱めかなと言われてた方ですけど、ね、ああ確かに、うん、はいはいはい。これがね、ただ8月7日なんで、そうですね、言うても、はい、花尾ちゃんは千葉リーを取りました。もう完全に予定外なんで、はい、そのなんか追加ポイントも考えてなかったんで、はい、とりあえずまあちょっとやりながら考えようかなと思います。はい、はい、すいません。さあそして873回まで、残りがこちらピョン、はい、はい、まあまあ前回減らしましたから。そうですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。あれ助かりました、はい、本当に、はい、自分27回だったんで、はい、でしょうもない。前回のエンディングで言った通り、はい、今回は花尾ちゃん一つ、私一つ、はい、はい、選ばせていただきたいと思います。はい、じゃあ先いいですか。はい、お願いします。私が今回コメントでいただいた中から選ばせていただいた追加ルールはビッグ中のスイカ1回につき1ポイントな。でかい、これはたまるよ。これはね、なんで選んだか言っていいですか。はい、あのね、きっちり積もったらより多くもらえると。なるほど。より早い段階で積もるっていうことが、高ポイントを取る、確かに、はい、鍵になってくるので、なんかかっけえな立ち回りもありましてね。積もった方がいいですもんね、だって。そうそうそう、ただ今日は移動できません。いや、また二重でチャンスあると思うんだけどな。はい、で対する花尾ちゃんは、僕の方がですね、千葉利用はちょっとまた考えます。正直ちょっとコメントに千葉利用用のないもんね。そうなんですね、ちょっとで、あのノーマルタイプでもないんで、はい、でプレミアム点滅もその天国モードでしか発生しないんで、はい、ちょっと違うかなと思って、はいはい、じゃあ座って打ち始めるまでにそのコメントの中から使えそうなやつ選んでください。そうですね、それで、はい、やります。まあ、実践ホールなんですけども、はい、今回も一緒でございます。おなじみです。はい、プレイランドキャッスル大垣店さんでございます。はい、ありがとうございます。一体花尾ちゃんは何を選ぶんでしょうか。何でもいい。そして最終的に閉店時どうなってるんでしょうか。それな、皆様逆にお楽しみに。逆にね、逆に。そう、逆に、逆に。マジ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 。というわけでこの後実践です。はい、です。はなみ。さあ花尾ちゃん、はいよ、打ち始めるわけでございますけども、はいはい、
一体何のルールを採用したんですか。最新の動画でもらったコメントで、はい、ビッグレギュラー当てたら、はい、まあ、3ポイント、外れたらマイナス1ポイント、はい、これを採用したところは、てかこれしかなかったです、まあ、縛りをで使いそうなのがなかったか、ね、急遽なってません、これでいきます。さあ、それでよろしくお願いいたします。実践スタートです。全数花見、でも過去3回で分かりましたけど、学訓対策がされていると。そうですね。なので花尾ちゃん、早速吉報なんですけども。吉報、はい、何でしょう。僕ですね、はい、両脇の方がめっちゃ出てます、はい、お右の方ビッグ3馬券に43分の1、はい、や左の方ももう3連チャンということで、今まで塊で出てきて傾向からいくと挟まれは一番強いですか。でしかも島の中頃というか中頃になってます。あの角付近じゃないんで強い、はい、そこはマジで、はい、いや今日ねでも意地でもねまだ角取りたかったんだけどね。いや角はきつい。いや角はね今までの傾向上弱いんだよ。もちろん塊に入れるなら、で角が一番入れる必要ないからさ。そうなんですよね。どっちかって迷って打ってくれなくなるからね、わかるんだけど、だからこそ角にひねくれて入れてくるんじゃないかと思って。まあ確かに今日みたいな日はワンチャンあるですね。だって今日入んなかったらもう入んない。確かに一回一回目だから裏の裏で今日あると思ったんだけどな。うん、まあでもあんだけ人数いたら角はもう埋まりますよね。そうですね、やっぱ、はい、角な二回目。しかも今回のルールだと花尾ちゃんビッグがレギュラーだったら3ポイントもらえますからね。そうです。あれビッグレギュラー6-4だっけ。比率が6対4なんで全当てしたらやばいことになるね。そうっす、一気に。だってワンボーナスが4ポイントでしょ。そう、そういうことに なる。ただ引いてもゼロになる可能性があると。それは比率っすよね、まあ、私花の呼吸はもう体得しましたんで、はい、あ本当っすか。はい、はい、光りました。あいや、ありがとうございます。そして一発目からプレミアム、すえー、ビッグいいな。さあというわけで、33投手1本。ああ早い、さすが。これプレミアム点滅のポイントってつくんですかね。つきません、言ってませんでしたけども873ゲームで光った時は一発クリアはあります、はい、了解です。あとは、フリーズを引いた時、フリーズですね、はい、これは10ポイント。10ポイント、これだけ不変です。さあラストゲーム、よっしゃ来た、はいプラス1ポイント、よーい。さあ来ましたよ花尾ちゃん、イエス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 、はい、ありがとうございます。だけど今2ポイント、これあるな。さあそしてフリーズ狙いましょう、鋭い、クー、いや、こんだけ稼働いい中であまり台で積もれたらそりゃ最高よ。いやいい展開よ。で採用したルールが高設定ほど強い、ビッグチュロスイカ、いやいい乗ってるね。ちなみに今日はあの左白ならアバウト狙いますんで、あはははは、いろんなとこにふわっとして、はいはいはい、最終リールまでビッグレギュラー楽しみたいと。なるほど。なんかねでもツイッターでね、はい、全部下段ベタで下段ラインで揃えてくださいって言ってほしい。へえ、下段ライン、はい、全部下段で揃えてほしいと。さあ次やりますよ。で時にあの花尾ちゃん、はい、時に花尾、はい、時に花尾ちゃん、時に花尾です、時に花尾、どうも。あのお花見は、はい、どこでやるか。ああ、どこがいいんですかね。大垣、大垣はまあやるとして、あとそれぞれのところでやるか。それ五大都市ぐらいやりたいなと思って。あーツアー、全部花見ツアー。そう花見ツアー、いい1年かけて。ああいいな、上野、大垣、はい、沖縄、沖縄、はい、ああ三角ぐらい、はい、北海道、よーし、いいな、123、お軽い軽い、はい、はい、下段で揃えてほしいってやりましたね。ありがとうございます。マチコミックス、これ下段で揃えるは何ポイントですか。下段で揃えるはですね、多分あのコメントがいっぱいいただけると、はい、3コメント3コメントもらいます。あ、はい、それはありがたい、はい、追加投資なしでございます。
ラストーコーズというわけで今回はスイカなしで、油断するとビッグ終了後1ゲーム目に来るんですよ。それはあるね。そうそうそう、話しながら、ね、話しながら打ってそうそうそうタタタンとしこぼすんだよね。そうそうそう、よくある。捨てられない。なんでやねん。うわー、左の人もめちゃくちゃ光るな。4連目か。右の人は6連して左の人は4連。いい波だな。いい波乗ってんね。来ました、大垣。いい波乗ってん ね, いいってんね。はい、光った。乗ってる乗ってる。5回転。どこから打とうかな。これはビッグやろ。でもじゃあ右に赤玉でも狙いましょう。上段あたりにこうしましょう、ね、これで中段ビタ。はい、ここからはもう分かんないよ。枠上ぐらいの層。アイビッグ5回転。ててあのじゃあ報告ございます。いい、何でしょう。箱使います。うわ早っ。大垣ひげさん箱を使ってね。大垣ひげちゃんね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 ん。何なんで何最後ねん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 。頼むぞ。これポイントがかかってくるから今回は頑張れスイカ。おスイカ来た。ナイス。はい、3の2ありがとうございます。3のに乗ってんね。ありがとうございます。ねん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 。それ何それは何。あ、ね、フラワーだし。ありがとうございます。うわー、ほう、座りたかったな。あ、でもさ、今までさ、こう配分が一番低かった場所ですからね。はい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 。あ、逆にだから今日ほうこくたっていいよね。そうそうそう、遊び心としては。ですです。はい、原尾ちゃん10ゲームマジである。まんまやるよ。さあどうしましょうか。何狙いましょうか。はい、中段。うわ、ええな。これで、下段に中下段に白殴らをしてこうして。わかんないよ、また。はい、レギュラー。はい、いいよいいよ、全然いいよ。あー、当てて俺も早く。あさあ、いいですよ、いいですよ。一回フリーズ引きましょう。捨てられない。でもさ、この全然花見がこう達成するまでに引きたいよね、フリーズはね。引きたい。1次元と通常と1回ずつくらい行きたい。毎回収録のためには引いときたいですよ、正直。フリーズなんてもいくら引いてもね困りませんからね。もうこんな何歩あってもいいですからね。何歩引いてもレンちゃん、ここでおしまいですね。レンちゃんか。レンちゃんがね、まあ、レンちゃんで思い出しましたけども、レンちゃん可愛くないですか。プレイランドキャッスルのイメージキャラクターですよね。いいよな。このプレイランドキャッスルの新店がですね、下に2店舗オープンしますんで、はい、あらら、これの記念で私、あのプレイランドキャッスルのイメージキャラクターレンちゃんがやってるチャンネルと、レンチャンネル、あと公式ツイッターを担当してるクマオちゃんがやってるあチャンネルの方にゲストで遊びに行きました、はい、出てましたね。で、あの下の魅力を皆様にお伝えする番組ということでね、僕はなんだかんだ下にね、僕も花尾ちゃんもゆかりありますけどね。いやー、もう牛小屋とかね、ウイスキーとか。そうなんですよ。懐かしいな、懐かしい。はい、でそちらが今言った通りですね、はい、あのレンチャンネルとクマオチャンネルに上がっておりますので、はいはい、久しぶりのですね、外ロケ興味がある方はぜひご覧になってください。ね、メグーとポポも出てるんで、ね、レンチャンネルの方にはメグーが一緒にゲストで行きまして、いや、いいね、クマオチャンネルの方にはポポが出ておりますので、美女が動くメグーとポポ、ちなみにあの2人とも水着になってます。あら、はい、あ、内緒ですよ。ありがとうございます。はい、興味がある方はね、ご覧になってしこってください。ダイナスダイナス、よしよしよし、連射しました。79です。あ、軽っ。やったぜ。あれ、はい、レギュラー。はい、53ゲーム。すごいな、もうやりたい放題だな。レギュラー、これで33。
ちで453ゲーム、 50%。 さあここからシェリー前長が来れば、あーない、おーチェリー来てる、460、あー来てる、2ゲーム連続当たりましたね。強強茶から来ました、光りまして、まあ、景気よくビッグビッグできます。460ゲーム投資は16、いきますよ、せーの、ビッグ、よし、いきなり4ポイント、強4ポイント、ありがとうございます、強、メモっててくださいね、当てた回数、はい、メモっていきます、はい、パス、多分通常 A なんで、多分有利時間消えないだろうな、もう1回引いてって感じですね、あ、当たり、何にせよ、よし、この4ポイントはでかいっす、マジで、何でか治療でございます。あ、頼むぞ、ここでもいい、えいしょい、さあここから8ゲーム以内にもうね光るんで、天国の場合は大体、7ゲーム、8ゲーム、はい、ないです、まあ通常 A からだったんで、まあ上がってはないでしょうけど、もう一回早めに当たり取りに行きます。自分から以上です。自分ももう連チャンはいいと思いますんで、一回軽く200くらいはまりたいと思います。ああ、障子に合わせる感じですね、はい、以上です。でそこからまた3連4連する、そうですね、気持ちいいんでやっぱり、ああ、いい、してその台あげようか、はい、くださいすいません、44回で光ってしまいました、なんでやん当ててるやん、めちゃくちゃ当たる、それもう6ですよ、ヒゲさん、幻の、押せなかった、はい、ビッグ44、完全なるぞ、これはあるな、うわ来た、これで4の3スイカ、うわ強い、やこれで3ポイントがいきました、3ポイント、今のところビッグ4レギュラー3で、はい、ビッグに寄ってたんだ、スイカも4の3、いやうまい、上手、ベルはまだ見ません、全然ああ光った、131ゲーム、じゃあこれもビッグ、よしビッグ、イエイエイエイ、すごい、もう8ポイント、こんだけハマって、ナイス、さあここからあるんだろうか、いきます、おー引いた、おーおー全国だ、やったぜ、7ゲーム、ビッグこんなビッグ、ビッグ、レギュラーやった、来た、ゼロか、これでこれつれえ、ゼロ光ってもゼロゼロはつれえ、まあいいや、とりあえず連チャン、天国、いや天国落ちたっぽいですね、あれ一つ、まあいいや、レギュラー一発だ、これはもったいないレベルでいうとどれぐらいなんですか、オートキャンペーンのクーポン使い忘れてコンビニでパッタン、自分のエリアまで戻ってきちゃった時ぐらいそれぐらい持ってない、1000円分ぐらい、そうか、いやハマる、下皿なくなる、絶対連チャンすると思ったから全部ほとんど入れちゃった、あるある、そういうのを見てますからね、花々、そうなんですよ、なんか調子に乗ったり切ったりするとね、ダメだ、今気持ちがこもってない、一服しようかな、花々ちゃん、はい、花々ちゃん、はいはいはい、ハナハナ1台あげてる、え、マジっすか、おちょっと早くしないと取られちゃうよ、ちょっと、はい、こうっすね、こうっすね、はい、今414分の1レギュラー2回、はい、こんなん全然わかんないよ、まだ全然あるんで、はい、宣言も待ってないんで、はい、とりあえず答えで、はい、行こうと思います、はい、お願いします、よかったね、早い段階で、よかった、さあ、花尾さん、はいよ、来ましたね、来ましたよ、この時が、はい、やってやりましょう、やりましょう、引き続きルールは、じゃあ、同様で、はい、はい、はい、光りました、213ゲーム、あ、いかん、ビッグ追加 2本ですね、ビッグでした、 OK、 いや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 、当たりました、ビッグ失敗です、私282光りました、はい、軽い軽い、パネル点灯両方上下、いきます、エイヒャイハイパー、はい、レギュラー
です。夜間中にできた。OK です。お、光った。53元ビッグ。レギュラーだった。うわー、リプレイチョーク。うわ、プレミアムやん。うわ、これ引く。100ゲームぴったし。これノーポイントですもんね。せらない。うわー、あっちめちゃええやん。めちゃくちゃ今日ええやん。そういうその設定差ないとこ引けるの強いっすよね、はい、強い。そう、スイカなし。これで5の3。はい、しかった211ゲーム。いいよいいよ。まだまだ。逆にこれレギュラーなんです。ついに今日一発目の。これはレギュラー。ビッグ。ゼロポイント。ゼロポイント。ダリー。私はこれでちょうど1000ゲームなんで一旦ベルだけ見てみましょうか。7.2分の1。7.23。6分中。はいはいはい。6が 7.3 分の1かな。よしよしよし、また引いた。 7.37 分の1かって考えるとすごい。すごいっすね。ベルの引き強という説もなきにしもあらず。あらずだけど、まあ気持ちはいいよ、ね、気持ちはめっちゃいい。ボーナスで削ってベル引いてんだから、まあ文句ないでしょうね。もうないでしょうね。花花目降臨した。129ゲームビッグです。お、ベル2回うめえ。1枚掛けで、え、もう1回来る。あ、リプレイ、ね、行きます。えい、はい、ビッグ131ゲームでございます。3ポイント。お、上。エイシャイのヒャーイ。エイシャイのヒャイ好きだな。エイシャイのエイ。光りました。全くです。さあ、下皿が割れました。あらら、あらららら。まあまあ、余りはつきものですからね。そうなんですよ。ノーマルタイプ分かっているんですけどもね。悲しい。そうなんですよ、分かってるんですけどもね。悲しい。悲しい。花ちゃん、俺の右相手よ。そうだろ。これはあり、これはあり。嘘だろ。よし、やったな、隣同士でしかも、はい、これはでかい。はい、というわけで1337ゲーム回っててビッグ5のレギュラー6の台で、今150ゲーム闇の台から再スタートです。お願いします。いきます。大好物拾いましたね。拾いました。これはもう本当に助かるわ。これでいいのに。うわ、うまい。430。ほら、僕が移動したらこんなもんですよ。花尾ちゃんが隣だと光るわ。花尾ちゃん、レギュラー。よし、いいでしょう。さあ、というわけでこれでレギュラー先行。はまり抜けました。 OK でござる。でかい。でもやっぱり今日は花花コーナーの温度がいつもよりだいぶ高いですね。いや、だいぶ違う、ね、花だけじゃなくて30杯、うん、だってチバリオもさ、あのマイフラーも、うん、結構積んでますから、ね、めっちゃ、いや、チバリオめっちゃ箱積んでましたもんね。いや、夢あるな、夢あるな。でも花花が打ちたい。結局な、ね、この点滅には勝てないのよ。勝てないよね。でもなんか前半はこれぐらいなんかちょっとね、良さげに見えてモヤモヤするのいいな。確かに最終的に着地できればいいだけですよね、うん、一旦盛り上がりもありましたし、ですです。あれ6かもみたいな。ここからね、こう怪しくなってって、うん、ちょっとざわつきましたもん、はい、あれ中間着地。うわ、光った光った。プレミアムだ。うわ、よかった。300超えなかった。295。はい、295。ナイスビッグ。あぶねー。よし、おー、うまい。215。久しぶりに。ナイス。あ、押せなかった。よし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 。というわけで、追加2回。はいよ。よかった。ありがとうございます。9の5までは戻ってきました。全然ある。あっしゃい。いいよ。246でビッグ。これは。ああ、やばい。やめて。ああ、ゼロポイント。増えない。とりあえず、はまりたい。
イエーイ。うわ、連射連射。51ゲーム。これはレギュラーである。無事無事だろ。嬉しいけど。うん、94ゲーム。ここはさすがにレギュラー。しかも白。ほら。うわ、読んだ。94ゲーム。当たってきたね。これはこの台はもう俺は信じてます。ない。よし。えいひゃいのひゃいのひゃいのひゃい。そろそろ引きそうなんだけど。そう。ああもう一回これ6だってはしゃぎて。朝一すごかったもんな本当に。さすがに、ね、来たと思ったな。うわ一発つまだと思ったもん俺。あまり物にはと思ったんだけどな。こうはな、これがあるんだよな。だから楽しいでもあんだけどな。そうですね。もうね、はい、まあ、シーンとして疲れてないでしょ、はいはい、何周回ってるんですよ。うん、結構見られてましたね。いらんの台がね、やめられてるんで、やっぱあのハマったんだよね。出た電話伸ばしてやめたんだね。また2連発でハマってますもんね。そうだね、400ゲーム、わからんもんな。でもね、あそこに移動したかったんだよね、私としては。ああ、本来は、うん、そこの様子が見れて一番先に台が取れるからっていうのもあって、これを粘ったのもあったんで、はんはんはん、その観点からちょっとこう粘るし、おーって言ってたらよ、どう思いますそれ。ベン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 、いや、嬉しそう、ビッグ喜んでる、えい、いや、よかったよかった、よかったよかった、まだやれるよと。やります。うわ、今日本当に追加いけないな。これで10の5。まあ、コツコツ増やしていきましょう。今日は私は。はい。ここで。セイラダイのセイラダイ。全部いった。全部いったぞ。ダメでしたね。ああでももう。いいと思うんだけどな、ね、もう4回もやってこれ、うん、全部穴目、よーし47、これビッグでかいよ、お長谷川さん、あれすいません、あれ大丈夫、これリスキーさんの、いやすいません本当にすいません、はい、調子乗りましたこれビッグがいいな、どっちから打とうかな、いやーいや、これは目押しミス、いい目押しミスで合ってくれ、あー大事にペンちゃん大事ですよね、うん大事です、右やべ1対1、ワンチャン実は6、オーラ引けてないだけあるで、スイカ引けてないだけ、でも今さこう毎月というか、まあ、2ヶ月に1回ぐらい、あ花花目、これ違うんですよ、ベルベル中断追加大丈夫だよ、はい、さすが、はい、センキュー、見逃さない、今日一発目ハラハラ目、はいはい、ビッグです、はいはい、10回台、まあ、9か9回台、はい、ガスター見ましょうか、136分6です、はいはいはい、そうなんですよ、結局もう、そうなんです、一発のレンジャーで変わるから、ね、そうなんですよ、まあスイカはいらないですね、いらないです、はい、もう結論スイカも気にしない、あったら嬉しいけどいらないですけど、今回のルールにおいてはいるっていうだけです、はいはい、そうなんですそうなんです、はいスイカ1回 OK です、いらっしゃいも全然出ないもんな、そうなん、あ来た、あ来た来た、上上言ってたら言ってたら来た、はい、言わんと出ないっすよこいつも、そうなんだ、言った方がいいんだよこいつ、天の弱だから、ビッグビッグ引け、おおビッグ引けお前、そんな直球ねえ、初めて会った人にいきなり脱げって言ってるもんだよ、おいビッグ、俺今無用の人が脱げ、お前ビッグ決断すお前男じゃあちょっと今日の、30杯コーナーちょっと見ていきましょう、自分だけ島の中入るんですけど、乾燥してる台とかもあるけど、普通にハサタリ
から電力上がってんな。まあ普通設定使ってそうな挙動ではあるな。いや千葉リオ今日一番すげえな。大垣店結構来店しますけど今日が一番すごいかもしれないです。はい、花々鳳凰です。ちょっとまあ奥目も見えないんですけど、150分の1の台今のところ11台ありますね。半分あります。でブレーキングがまあ6台あって、2台ぐらいで150分の1を超えてるという感じなんで、この辺もね普段だったらちょっとまあ稼働が少ない機種なんですけどしっかり入ってるっぽいです。ここは、ツインドラゴン花々コーナーですけども、本日のツインドラゴン花々が現時点ではまあ15台ぐらい、まあ、150分の1の以上のガサの台があるという感じですね。通路側の方が結構積んでる気がするな。はい、まあ、そんな感じです。はい、プレミアムハナハナなんですけども、ここの、コーナーで150分の1を上回ってる台は17台ぐらいありまして、移動するならここかもしれないですね。まあまだ早見切りで捨てられた台とかもあるかもしれませんので、まあ、ただちょっと自分の打ってる鳳凰より良さそうな台はないんで、まあ、この後ももう一回鳳凰で粘っていこうと思います。お願いします。だからピック52ゲームさあというわけで、はい、乗ってきた乗ってきた、これなのよ。スイカは出ませんけど、おー綺麗綺麗ビッグ、477やった、ハマり抜けた。しかもビッグはでかい、嬉しい、すごいの大好き。わかるわかる、いや気持ちいいな、勢いづくやつ。ビッグですね、これ正解かも。じゃあビッグです。よし、ハマり抜けた、ありがてえ。よっしゃ、66。うわー、エロくない、エロくない、エロくない、どこからどこから。頑張れ、左に赤7を。ほい、えい、いや、ナイスです。66ナイスですね、ナイスですね。でもやっぱさ、これもさ、粘った理由がベルももちろんあったんだけどさ、今までの傾向上、この並びでっていうのがあるじゃない。だからそれをやっぱ信じてさ、この塊を追ってみたっていうのが大きいよね、結果論になるけどさ、まあ、これまでの結果をもとにというか、経験をもとにというかさ、考察して。というわけで1回これでスイカが8、15の8、おお、2000枚。いや、よかったね、イエーイ。うわ、軽い、チェリチョいいな。チェリチョビッグはうまい、イエ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 イ、ええな、いい感じ。連投しましたね、しましたよ。一回連投すればいいんだからもう。そうなんです、今ね、左3、右5だから、はい、左欲しい、左右、右なんだな、もう右に寄ってきた、倍右、倍右、よし、抜けた、危ねえ、257、これはレギュラーです。できえなこれ、おっしゃー、レンチャン、76ゲームビッグ、これはビッグ、大丈夫大丈夫大丈夫、よし、おっしゃー、チェリーの食い、132ゲーム、これはレギュラーなんですね。じゃあ、ほら、乗ってんな、いいな、乗ってんね、うわ、夏いい夏いい、3日ぐらい前の記憶、夏いいはおもろい。さあ、ちょっとテープチェンジで間に周り見てきましたけども、はい、おーはね、もう150切ってる台が7台だな。いや、まあまあ多くないですか、サブ1で、隣のツインまで見たんですけど、ツインが
9台9台か10台かな見なかったのもあったかもあったけど、あで一番割が高いのが割引率が、はい、新しかったグレキンで6対12台のどっちかサブイチだからね、もうね、もうダメだね、もう明確にそうですね。しかももう4000、5000回ってるからもう答え見え始めましたね。ただそんな中、私と花尾ちゃんがその中に食い込んでるって、ね、非常に面白い隣同士で、ね、あんだけ抽選悪かったのに、これ、ね、これよ、面白いもんやな、なんとかなったな、なんとかなりましたね。こんだけ人が多いのか、やっぱ早めに動くっていう今までのね課題が今日できたからね。そうですね、2人で周りにやっとるってのもできたし、1人浅いしからね、それに座れてればいいよってのもできてるし、そうそうそう、あとはもう己のアームで変えていくしかないです ね、 ですね、耐えれば応えてくれるって。そうですね、これ4000いったんじゃない、まだ139分の1なんだ、強っ。4049だもん、4050で一回見てみようか、安心したいから。予想は 7.0 ドンピシャ 6.994、 まあ 7.0 ドンピシャくらいから耐えてる。なんかはもう閉店まで走り切れる4はないかもね。やっぱ息切れするよねこの子たちは。そこはもう自力でなんとかやるしかないですよね。でもさ、そう考えるとさ、はい、どの台でもノーマルタイプだったら共通なんだけどさ、はい、4、アクロスいったら5打ってるけどさ、はいはいはい、マジでやめ時大事でさ、分かる、山の頂上でやめれるかどうか、そこっすね。そこはあのやめ感、当て感じゃなくてやめ感のセンスはね、でもちろんオカルトなんですよ、あの割が 100% 超えてるんで1回転で多く打てばいいの分かってるんですけど、はい、ただやめ感はね、ほんと大事。あー、二角が出てました、すいません。耐えた279ゲーム、じゃあレギュラー279ですね。ナイス、読み切った、出る、はい500、あらやってもうた。あとね、100回すかどうかで、ね、やっぱ600だね。よっしゃ、519、これは耐えよ、下皿で耐えましたよ、これ。これはもうほんとちょうどいいぐらい残った、耐え、いいんだよね、いいです。519当たったことが大事だね。抜けた、右緑、ついに緑が呼んでいいですかね、7の3なんで。さあ時間が7時半か、ちょっと厳しくなってきましたか、これは。うん、この台ちょっときつくなってきたな、あそこ耐えて7時半か、動く前のか、ベルもちょっと落ちてきたしな。よし、1回だけ周り見てきます、お願いします。お、光ってる、そして光りました、316、頑張ってください、お願いします。すいません、ビッグ、あ、レギュラーだ、移動します、移動できるとこありました、まあ、これよりはもう一段階上のランクの気がする。さあ、というわけで私が移動してきた台は約7000回って、ビッグ28の馬券20で142分の1、グラフの方もね、こんな感じ、3000枚までいってちょっと加工したやつだけどね、もう一跳ねしてくれる、期待して打ちましょう。さあ、それでは2台目いきましょうか。はい、でね、今ねメダルの方がね1200、1300枚弱くらい持ってるから、はいはい、まだ投資は1000円なんで全然余裕す、余裕です。これやめんの、やめるんだ、花尾ちゃん、はい、ちょっともう移動、移動、移動、移動です、移動、ありがとう、はい、なんすか、はい、すぐ取った。いや、今2人並んで、はい、ボーナスガスさん2人とも7000ぐらい回して、はい、124分の1、133分の1が並んできました。6やんけ、移動します、30の25と28の21です、はい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 、移動します、すごい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 、
さあそれでは花子ちゃん、今時間ちょうど8時、はい、また8時ぐらいのたどり着きましたよ。来ましたよこの時間帯。私、はい、こちら見てください。約7000もあって30、25、24分の1、これはある、はい、で花子ちゃん、私6525ゲームでビッグ20だしレギュラー20しで合算133分の1です。これもあるで最高3枚が4000枚、はい、いってます。こっちは3300枚、はい、で一応聞いた話だと、はい、花尾ちゃんの方がレギュラーの方は左に寄ってもこれこうだと思います。うん、なるほど。でこっちは途中から空いたのをその知り合いが打ってて今一緒に帰ったらしい。へえ。これはその途中から打った限りだと右と左1対1です。なるほど。ワンチャンついに6、これ来てますね。はい、行きましょう行きましょう。これは戦えるだろ花尾ちゃん。これは全然大丈夫でしょうね。問題ないでしょう。はい、というわけで皆さんやっぱり、ね、これぐらいの時間ですね、うん、やればまあ、たどり着けます。あーでも全然まだ3000枚をプラスと、うん、全然いいですね。ファイプレミアム早い276ビッグですか、はい、絶対ありがとう。いい音、いいよ。これが大移動の成功の当たり。はいはいはい。移動して23ゲームでビッグすごい。もうベルは数えません。これはいい。あスイカも来るもん。ほらそうなんですよ。これはだいぶヒゲさんトップゲットのチャンス、はい、いますよ。ビッグさえ引けりゃ、はい、この確率で7000もあって引けるでしょさすがに。夢の10ポイントもワンビッグで。いやそうそうですよ。あるよしプレミアム。うわすげえ。31ゲームビッグです。これあのめっちゃ乗ってるな。これは来てるぞ。すげえ。大移動すげえ。全然違うな勢いが違うんだわ。え、俺のは？よっしゃー。おー、早い早い。255。OK です。まだ900枚残ってます。はい。レギュラー。いいの、いいの、いいの。はい。引けることが大事だからね。大事、大事。おっしゃー、めっちゃ速くない？16ゲームビッグ、こんなんビッグすごくない？すごくない？これはすげえ。すごくない？やばこれが本物よなあ。なあ花尾ちゃん、はい、夜まで待ってもいいだろ。これは大事ですね。粘るのは。そう前回からこれやってんだよ。これはすごい。よっしゃプレミアム。うーわーターフラッシュだ。おーしよしよしよし、来た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 。76レンチャン、エンちゃんを決めました。あー押せなかった。はい76バチコイビッグ来ましたよ。でも逆カードはいいね。あ来た、うわすごい。11ゲームドロメビッグ、ドロメアビッグ、よしすごいことになってる。あ稼ぎじゃ。ポイントめちゃめちゃ増えてる。よしすげえ。34ゲームよっしゃ。言ってなかったわ。まあいいや、これちょっと脳幹にします。これは普通に1ポイントで鼻近です。きたー鼻近ー、久しぶり。きたー、いやーもう完璧ですよ。326。おお来た、通常ですよ。来た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 。225ゲーム来た。10ポイントよっしゃ。いやそうフリーズ、なんかボタンが押せなかったんですよ。来た花尾ちゃんやりましたね。ありがとうございます。来たぞみんな、やっと引けた。よし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 、予想しなかったですね。ちょっとね、もう間に合わなかった。はい、焦っちゃって。メドレー。いや、見せ場もりもりの後半だな。いや、来たこれ。225ゲームフリーズビッグ。イエーイ、プラス10。通常にフリーズ来た。ついに出ましたね。やったぜ。じゃあ、それに1次目にフリーズ重ねれば。超かっこよくない ?20 ポイント。よし、行きます。フリーズトゥーフリーズ、それ見たいな。あー回るよね。したら伝説よ伝説100万再生ねえ。花花で花花で
さあでも花尾ちゃん、ということでフリーズも引いたところで、はい、まあ、2人してこの台打ち切るとは思います。はいはい、残すところお時間が1時間半ぐらいでございますけども、はい、一体ここからどこまで伸びたんでしょうか。乙女のやついきますよ、はい、せーの、結果はエンディングにて結果発表。お疲れ様。やりましたね、きっちり最後まで行かせていただきました。というわけでまずは花尾ちゃん、本日の結果の方。わかりました、本日はチバリオと鳳凰3台、はい、渡り歩きまして、はい、外紙が16本ですね、はい、46枚貸しで736枚、はい、で回収が2309枚、はい、プラス1573枚という形になりました。ありがとうございます。やりましたね。この1573枚はもう最後の、はい、4打目の鳳凰の一撃、はい、の分が丸々浮いたっていうような感じになります。そうだね、だから移動大移動大正解ってことですね。大正解でした、きっちり、はい、対する私でございますけども、はい、まあ投資のはもちろん一本のままでございます、はい、当たり前当たり前、はい、で3台目に行った時に1200何十枚か持ってる状態でございました。はい、あれが一体どこまで行ったんでしょうか、発表させていただきます。はい、回収、はい、569枚。おお、じゃないでしょ、結構残しましたね。いやいや違うでしょ、おかしいでしょ、結構残しました、結構残しました、はい、1200枚ちょい持ってたんですけど、また最後にたどり着いたその日の一番台できっちり値段を削るというね、前回やったのと全く同じようなことをやって終わりました、はい、というわけで投資が46枚なんで、サマイスがプラスの523枚でございます、うん、まあまあよ、なんとかまあプラス終わりましたから。ただこちらの全津花見プラスの3枚を稼ぐところじゃございませんから、きっちり結果残したかどうかポイントにかかってますから。そうです、特殊ルールありますんで。じゃあ今度は僕の方から先に行かせていただきましょう。全部でボーナス本日私は、36回引きました。はい、でそのうちスイカを取ったのが12回ということでトータルで48ポイント。なるほど、まあとてもバランスのいいねルールだったからと。確かに、うん、まあだから最後に全然増やせなかったのが、最後にたどり着いた台できっちり合算をですねちょうど6ぐらいに下げたこととハマったってことですね。あとは引いたボーナス中に全然スイカが落ちなかったのね。あとレギュラーも全部右に寄ってたんで、下手したら僕の売ってる感覚だとワンチャン最後の台ねスケ前2社が頑張って4なんじゃねえかなみたいな風にも見えたからと。なるほど、いう感じでございました。巻き惜しみだけどね。へい、はいはい、花尾ちゃんありがとうございます。私のルールが、まあ、ビッグかレギュラーかを当てて正解したらプラス3ポイントというルールで、はい、合計今回ボーナス引いたのが47回。うわすごい、正解が31回と。すごい、その中でちょっとまあ選ぶか間に合わずが1回あったんですけど、はい、とりあえず正解で言うと31回かける、はい、ボーナス分の1ポイントと3で足して4なんで、はい、31回4で124ポイント。すごいで、フリーズ1回引きました。でこれ10ポイント、はい、で間に合わずの1ポイントあって合計で何だかんだ135ポイントゲットです。ありがとうございますやりすぎましたこれは。これはねちょっとね、まあ、ルールとしてまあ初めがさチバリオスタートだったからしゃあないね。ちょっとそうっすね、チバリオに当てはまるやつをいただいてコメントの中から探したらそれぐらいしかなかったっていうので、はい、さあせんこれは、まあ、ちょっとチートみたいなね今回ルールでございましたけども、はい、まあ、そういうふうになっちゃったかなということで、さあせん、はい、なので2人合わせて、はい、183ポイント来た。とんでもないポイント取りましたね。バリヘリです。で本日が初めが692から、残りスタートしてたんで、はい、509来ましたね。残り509ってことで、でもねなんかね今日自分で選んでみたルールだけどさ、はい、ビッグ中のスイカっていうのがやっぱ初め言った通りね、うん、高設定に早くたどり着けばたどり着くほどいっぱい稼げるんじゃないかっていうんで、なんか立ち回りのこう意欲が出るような、そうですね、プラスルールだったんで、なんか僕はすごくね今まで選んだルールの中で一番しっくりした、うん、それあれが一番いいかもしれないですね、うん、こういう感じでなんか立ち回りとか自分が頑張ったりとか、うん、気を発揮した時にポイントがもらえるようなルールをこう皆さんがコメントでいただけたらいいかなと。そうですね、うん、その方がいいですね。なんか、ね、単純にビッグレギュラー当てるので3ポイントちょっとなんかチートっぽいね。はい、もしくはさ、はい、まあ、なんか引きの部分でもいいと思うんですよ、はい、今日なんかさ1次連
じゃなくてフリーズヒーターじゃないですか。フリーズ通常時引きましたね。だい例えば1次連したら何ポイントとか機会は少ないけど、そういう時にドーンともらえるようなルールは面白いと思うんですよ。そしたらこう最後の最後までね、低設定でも頑張れるじゃん。確かに、うん、あとあの何連続化けとかね。あー連続系いいな、うん、そういえばちょっとさほらマイナスでグーってなるときに、いやでもこのポイントがあって皆さんの笑顔が近づくからって言って頑張れたりする。はいはいはい。で心が折れそうな時の支えになるような追加ルールも面白いあるなあと。今日うちながらねいろんなルールどんなのいいかなと考えたんで、はい、まあ今言ったのも一例でございますので、ね、もし皆様こんなルールがちょうどいいんじゃないかななんていうのがありましたら、ぜひともコメントの方よろしくお願いいたします。さあそして最後になりますけども、本日収録日8月7日でしたが、はい、いやーいい日でした。店内状況いかがだったでしょうか。これはもうやっぱりこれまで通り塊並びの箇所が結構あって、ねだから先月先々月よりもその箇所が多かったのかなという印象があります。確かにね、まあ入ってる場所は増えてるなと。増えてますね。ただ入ってる入れ方の法則っていうのは結構今まで通りだったんだなって感じで、ね塊の中はやっぱり当たりがあって1機種ぐらいかなっていう感じ自体が、はいうん、だから全部当たりっていうコーナーはほぼないように見えたんで、うん、だからまあ塊にたどり着いた時に皆様が打ちに来た時だったら周りの状況を見てね、そうすると例えば6だけ狙いたい5、6だけ狙いたいっていう人は早見切りがボスしやすいんじゃないかな。まさしくそうですね。で相手4に僕パッと座りますね、うん、そこに、はい、そういう感じ飛び込みますんでピョンまあでも間違いなく最後までればたどり着けるっていう条件になってましたね。粘れば全然座れますから、はい、はいはいというわけでもちろん朝市から遊びに来ていただきたいですが、はい、お仕事終わりなど時間がありましたら仕事終わりからでも十分に勝負できますので、うん、遊びに来てみてくださいな。おすすめです。というわけで以上でございます、はい、で来月は、私イゲンジンソロでやらせていただきますので、お願いします。私イゲンジンに向いてると思うルールを書いてあげてください。というわけで今月のゼッツ花見は以上でございます。残り500ちょいでございます。いや行きましょう。必ずや来年の3月までに達成して皆様と楽しい花見開催したいと思います。あ、お願いします。ただし世の中が落ち着いてたらっていう注釈がついてますけど、楽しみにしていてください。そして応援のほどよろしくお願いいたします。お願いします。また来月お会いしましょう。さよなら。せーの、ゼツー、はなみー。